生日おめでとうございます。僕は誕生日じゃないです。愛知の中野くんの方ですね。愛知の中野くんが誕生日です。僕は誕生日じゃないです。すいません、間違えました。三重支部5183中野浩二です。お願いします。お願いします。知ってます。はい、6月に蒲郡来たんですけど取ってくれなかったんでちょっと悲しかったです。はい、シミュレーションとかして、いや、そこまでやってないんです。はい、結構見ますね。最近はちょっと芸人の YouTube とか見てて、藤原とか、あとエガちゃんとか、はい、面白いですね。テレビで言えやんこと言ってるんで、めっちゃ面白いです。自分でもこれやってみたいなって思って。ファミマで30分でどちらが多くお金使えるかみたいな。減量してると、たまにああいうのを 見て、あれでお腹いっぱいにし。なるほど。人が食べてる。そうです。結構、はい、好きな方やと思います。焼肉ですね。はい、もうレース終わりはもう毎回焼肉なんで、はい、次のレースまで戻って。そうですね。いや、もうとにかく走るぐらいランニングをしてますね。そうですね、高校の時一応インターハイに行ったんですけど、あのボートって分かりますか？戸田のレース場のところでやってる細長い、あ、そうですね、はい、あれを高校の時やってて。そうですね、はい、レガッタの方に、はい、入りました。そうですね、川でやったり、戸田の横のなんか、なんていうか、池っていうんですか、なんかこう、ため池のところでやってました。結構なんか手で漕ぎがちやと思われてるんですけど、台車があって、お尻を乗せて、ローラーみたいになってて、足だけ固定して、足で蹴るみたいな感じなんです。だから結構足の筋肉の方が使うって感じのスポーツですね。そうですね、もう人力とエンジンついてるんで、まあでもなんか水面の見え方っていうか、そんなんは似てるかなと思ってます。もうあの小さい時からあの父親が見に行くのが好きで、よく一緒に連れてってもらってたんですけど、小学生ぐらいの時からもう興味はありました。調べたら遠いですよね。そうです、1時間ぐらいかかりますね。なんかめちゃくちゃ田舎の方に。そうですね、本当にもう山しかいないんで。山で育って。そうですね。今は水の上。そうです。コンビニは本当に田舎の道で車で10分ぐらいかかります。歩いて行ったら1時間ぐらいかかるかも。結構やばいね。そうですね。なんか都会の生活憧れてたんですけど、やっぱり山の方が落ち着くし、結局そっちの方が好きかなと思いますね。そうですね、外で遊ぶこと好きなんで、釣りやったり、自転車乗ったりもしてるんですけど、高校生の時富士山まで行きました。富士山まで。いや、三重県から。三重県から。2日かけて行って山頂まで登って、まだ2日かけて帰ってきました。若かったんで、はい、気合で行きました。はい、今も根性はある。そうですね、なんかやれって言われたら やれる感じです。はい、まあ、フライングも持ってて、ちょっと自己点もあるんで、あんまりその攻めたことできないんですけど、行ける範囲でスタートも行って展開あればと思ってるんで、はい、頑張ります。はい、今季はもうあまり攻めたことできないんですけど、来季から一生懸命走って早く B1 上がれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。三重の一つ上の先輩の坪井さんがちょっと面白いポーズ してるんで、それ真似します。勝ち釜ボートレース2。